マレーペラヤ、マレーペラヤ、マレーペラヒア、1947年4月19日帯は、アメリカのピアニスト、指揮者、大英帝国勲章区部の受賞者、ニューヨークのブロンクス生まれ、ギリシャのテサロニキに起源を持つセファルディムのユダヤ人で、1935年、父親の代に、米国へ移住した家庭の出身、午後は、ラリーの後、熱心な、 ユダヤ教徒でもある。四歳からピアノを始めた。最初の教師は、とても窮屈だったらしく、完璧に弾けるようになるまで一曲を弾かせ続けた。ペライア自身によると、十五歳の頃に本人にもよく、わからない理由から、音楽の興味が花開いたといい、それ以来真剣に練習に打ち込んだ。1966年、十七歳の時に、ニューヨークのマネス音楽大学へ入学。 ピアノ、指揮法を学んだ。当時、この音楽大学には、カール・シャハター、カール・ワンバーガー、オズワルド・ヨナス、フェリックス・ザルツァー、といった、ハインリッヒ・シェンカーの弟子や継承者が集っており、多大な影響を受けたが、シェンカーの音楽理論に本当に傾倒するのは後になってからである。夏季には、マールボロ音楽祭に参加し、カザルスや、ブダペスト弦楽四重相談、 アレクサンダー・シュナイダーラ、ゼルキンと交流があった。ゼルキンとは、死でのためのピアノ二重奏を演奏し、ゼルキンは後に、ペラヤを一年以上にわたりカーティス学院における、自分の助手にした。同じ頃、ミエチスラフ・ホルショフスキに支持し、訓導を受けた。1965年にヤングコンサート・アーティスッツ、インターナショナル・オーディションスに合格し、1972年の、 リーズ国際ピアノコンクールにて、アメリカ人初の優勝者となった。ファニー・ウォーターマンの語る逸話によると、ホロショフスキがコンクールの前に電話をかけてきて、ペラヤが、きっと優勝するよ、と予言したそうである。その後は、国際的に演奏活動や、録音活動を開始する。1973年に、オールドバラ音楽祭で、ベンジャミン・ブリテンとピーター・ピアーズ、 またラドゥルプーと共演した。ペライアは1981年から1989年まで同音楽祭の共同芸術監督を務めた。1980年代にペライアはウラジミール・ホロビッツに一緒に仕事をするように招かれた。これは彼のピアニズムに決定的な影響を及ぼしたとペライア本人が語っている。ペライアはホロビッツが亡くなる前の晩に彼を訪れており、 ホロビッツの演奏するピアノを聴いた最後の人物でる。1973年以降、ペライアはコロンビアマスターワークス、後のソニークラシカルへともっぱら録音を行った。1975年から9年の歳月をかけ、自身の引きぶりでイギリス室内管弦楽団とモーツァルトのあの競争曲全曲録音を行った。1985年にベルナルトハイティンクの式。 ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団とベートーベンのピアノ競争曲全曲録音を果たし、両録音とも高い評価を受けている。ペライアはロンドン在住である。この症状のために抗生物質を服用したが、それが彼の健康状態に影響した。1992年に手の骨に異常な炎症を生じたために音楽家としての経歴の危機に陥った。 数年関係盤から離れた生活を余儀なくされ、複数の手術を受けた。この期間中、ペラヤは、バッハの音楽を研究することで慰みを得たと、語っている。バッハ研究のためにハープシコードを借りて、音色を研究していた。また、この期間に、支援カー理論に傾倒した。病から回復した後、1990年代の後半に、ゴールドベルク変奏曲、イギリス組曲。 パルティータ、チェンバロ競争曲集など一連のバッハの鍵盤音楽の作品集の録音を発表し、数々の賞を受賞した録音にも精力的に取り組んでいる。2003年にバッハのブランデンブルク競争曲をピアノ競争曲風にアレンジした演奏を録音した。2005年の初め、手の故障が再発し、医者の忠告により、コンサート活動から身を引くこととなった。 バービカンセンターでのコンサートやアメリカの10都市のコンサートツアーをキャンセルし、しかし2006年にはドイツでのリサイタルで見事復帰を果たし、2007年4月にはバービカンセンターでも演奏した。2007年や秋にはアメリカの10都市のコンサートツアーを達成。手の問題のため、また医者の忠告のため、2008年のバービカンセンターでのソロリサイタル及び、 アカデミー室内還元楽団とのアメリカツアーをキャンセルした。2008年の8月には演奏会に復帰し、ハイテンク式のロイヤルコンセルトヘボー還元楽団とツアーを行い、また10月と11月にはアジアツアーを行った。2008年のプロムス以降は継続して活発な演奏活動を行っている。親友のラドルプート。 レパートリーが共通することは知られており、ウィーン古典派やドイツロマン派音楽を得意としている。とりわけ、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームスなどの録音を残してきた。しかし、指の故障が回復した後の演奏会や録音では、リストやラフマニーノフにもスケールの大きい演奏を行い、連達のビルトゥオーソとしての一面をアピールしてみせた。2009年1月、 ペラヤは、アイザックスターンによって設立された、エルサレム音楽センターの所長に就任した。第7回国際週ュ音楽祭、グラミー賞、グラミー賞、2015ウルフ賞芸術部門、王立音楽大学の名誉フェローであり、王立音楽アカデミーの名誉会員。2007年、ケンブリッジ大学のジーザスコレッジの名誉フェローに、選ばれた。2004年の3月8日に、 エリザベス2世はアメリカ人のペライアを大英帝国勲章ナイトコマンダークブに除した。これにより彼はクブを名前の後につけることが許されたが、サーの称号は名乗れない。2012年にペライアはの初代伝道入りを果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。